すげえ探したぜ。つか、なんだよその格好。どうしちまったんだ。来ないで。そうだよマリーちゃん、私たちあなたを迎えに来たの。一緒に帰ろう。帰る場所なんてない。何も分かってないんだね。おめえ、その面。信じらんないよ。なんで来たの？どうして？聞いて、マリーちゃん。どんな記憶が戻って、どんだけ辛いか、私たちにはわかんないよ。でも、こんなとこに閉じこもったって、なんもいいことないって。おせっかいってわかってる。でも、あなたの力になりたいの。本当おせっかい。私が危ないって思ったんでしょ。シャドウもいるし、死ぬかもって。それでいいの。ここはお墓だよ、私のお墓。君たちが思ってる通り、私はここで死ぬの。先輩の言う通りだよ。そんなの絶対に許さないから。うるさい。何も知らないくせに。マリちゃん。マリーなんて私の名前じゃない。思い出した。全部思い出したよ。私の本当の名前はね、くすみの狼。君たちは戦ったんでしょ。国のさぎりや雨のさぎりと。私はあいつらと同じ、町を霧で覆った君たちの敵だよ。マリーちゃんが私らの敵？嘘でしょ。マジかよ。国のさぎりに雨のさぎりっつったら、あん時の。覚えてるクマ、アタッチーと生タメって人から出てきたやつらクマね。それがてめえの思い出した記憶だっつーのかよ。そうだよ。人の世界に紛れて、人の意志を感じて、人世の望みをサギリたちに知らせるのが私の役目だから。私だけ人の姿。記憶はなくても体はずっと機能を果たしてた。君らの言葉で言うと、スパイってやつだよ。自分でも知らないうちに、スパイさせられてたってこと？そんな、ひどい。わかったでしょ。それにね、いいこと教えてあげる。私が死ななきゃ、君たちの世界は消える。だから、これ以上来ないで。俺らの世界が消える？どういうことでしょう。彼女が足立さんや生ためから出た怪物たちの仲間だということは分かりましたが、彼女が堅くなに閉じこもる理由がそこにあるのかもしれませんね。そんなこと言ってる場合じゃないって。あの子やっぱりここで死ぬ気だったじゃん。このまま放っといちゃやばいよ。ええ、どちらにしろこのまま放ってはおけません。先を急ぎましょう。